あるクリスチャンホームの青年のお証しでございます。小さい頃からいじめにあった。えそこからまあ引っ越しをした。そしてそのいじめられたという環境から離れたので、そのことはなくなり。 そして、青年になった、クリスチャンホームでございますので、まあ、ある意味では生まれる前から、お母さんのお腹にいるときから教会に来ているということであります。当然、神を信じるということが、まあ、もう当たり前というかですね、そのような環境の中に育ち、また非常に好青年、本当に人がいい好青年なのでございます。 なかなか洗礼を受ける気持ちにはなれなかった、まあ、でも神は信じているというまあ自負もあった、転校する前にいじめにあっている、その首謀者であるま、あまあ年上の男の子ですね。 どっかであったら仕返ししてやろう、どっかであったら殺そうと、少なくともその殺意というか、ですねそういう思いは自分の中にあった、実際にそのことを実行するかどうかともかく、その思いは間違いなくふつふつと自分の中にある。 もうその環境にはいない、もう遠く離れて引っ越している、あるときに彼は、そのことが罪だということに気がついた、いや、当然だろう、だって、散々いじめられたんだから、一発殴ったって、それがそこでとどまっていない、自分の心の中では明らかに殺意がある。 そのことが罪だということが分かって、そしてイエス・キリストの救いを信じ、そのことを告白した。悔い改めた。そこから自分は変わった。そして不思議なんだけど、その殺意というのはなくなっている。聖書の 最初の記事、何回か紹介いたしました。4章にあるある意味では人類最初の歌、そのレメクの妻たちがこのに言ったというこの言葉の中に、復讐の歌が出てくるのであります。あだよ、ちらよ、私の声を聞け、レメクの妻たちよ、私の言葉に耳を傾けよ。 私は受ける傷のために人を殺し受ける打ち傷のために私は若者を殺す。勘のための復讐が7倍ならばレメクのための復讐は77倍。これが聖書に一番最初に出ている人類の、まあ、ある意味では歌なんですね。こう陰を踏んでいる、まあ、文章なのでございます。まさに復讐の。 歌でございますね。神から離れた人、確かに文明は発達し、産業は発達し、美しい芸術、文化は生まれたかもしれない。でもその中に咲いた、その花というのは、復讐だった。自分が受ける傷があるならば、 当然人を殺してもですねそれが7倍77倍復讐の連鎖でございますまさにタイムリーな説教であります神様は不思議なようにこの礼拝で語られる御言葉が私たちの生々しい現実 この社会、そして自分自身の生々しい現実とこう重なり合っていく。これが礼拝説教なのであります。加害者がいる。私にとっての加害者。ある人に対して、そのいじめた年上の男の子に対して、いやいや、ある民族に対して、 ある階層の人ですね。ある階層の人。自分とは違う。まあおそらく下はないと思うんですね。上の階層の人。社会に対して、社会が俺をこうしてるんではないか。まあもちろん、社会的な問題がある。社会的に改革しなきゃいけない問題があるということを、やはり抜きにしてはいけないと思います。そのために、 努力をし続けていかなきゃいけないことは当然でございます。でもそれだけでじゃあ、この問題って解決するんだろうか。復讐心というのは、すごいエネルギーがあるのであります。暴走していくのであります。人に対して、社会に対して、ある、 グループに対して、不思議なことに、教会への相談、特に電話の相談は名前を名乗りません、また私も聞きません、そして全くクリスチャンでない方がその悩みごと相談、そしておそらく一度か二度ぐらいで途切れるのでございます。実は牧師さん 大体はこの問題でありますそれも身近な夫婦の間親子の間嫁と姑の間いやいやもう身近な隣に座っているです、ね、その同僚との間誰にも言えないなんか誰にも言えませんよね心配するしええー、あんたそんなこと思ってるのだから全く関係のない 絶対に自分の秘密が守られる。電話帳か、ネットで調べて、ああ、ここに教会がある、じゃあ、牧師さんに聞いてみようか、行ってみようか、まあ、そのドロドロベトベトした、何もテレビドラマを見る必要はないのであります、そこにまさに、そのことがうんざりするほど起こっている。 私はその時に、ある一つの言葉を申し上げます。そうですか。それであれば、あなたはその人に徹底的に仕打ちをしたとします。まさに殺意ですよね、殺そう。まあそこまではちょっとまさかと思いますよね。でもまあその前ぐらいでなんでしょうかね。もしそれができた年ならば、 ああすっきりした、仕返しをしてさばさばした、これで晴れ晴れとしたという気持ちになると思いますかと私は必ず聞きます。もしそうであるならば、たわいのない、子供じみた、そして自分も多少そういう、まあ、悪いというか、部が悪いということを持ちながら思っている、ある意味ではたわいのないことなので、 ござい,ますいやそんなたわいのないことを全く関係のない牧師に電話で相談するのかずっと長い間自分の心に深く潜んでいることでございます誰にも言えないでも悩んで苦しんでいる解決方法もないじゃあ今申し上げたように 徹底的にやっつけたとするならば、すっきりするのか、そうではないと、多くの方は言うのであります。自分で復讐するという、今日の言葉があります。自分で復讐をするのか、ここなんですね。 この、えー、自分で復讐するというのは、さっき言いました、えー、たわいのない、一発に二発殴ったらすっきりするというような、あるいは非常に子供じみたたわいのないことではないのであります。今日はそういう問題を扱っているのではございません。もっと奥深い、自分で復讐する。つまり、自分に正義があるということであります。自分には正義がある。自分は正しい。 自分に危害を加えた加害者に復讐する権利はある。そして自分のその怒りは正しい怒りだ。偽なる怒りだ。正しいということでありますね。私たちは正しいと思っているところにある意味では力が出るというかですね、エネルギーが出てくるのであります。それが暴走していったらどうなるのか。 じゃあ、その暴走を止められるのかいや、あなたは暴走してないのか目には目を、歯には歯をという言葉が、ステジプトキの中に、十回の、ごめんなさい、立法の中にあります。これよく、クリスチャンじゃない方でも知っている言葉です。目には目を、歯には歯,に歯を、ですね。 この言葉というのは復讐を肯定している言葉ではなくて、ここまでこれ以上してはいけないという、ある意味ではこれ以上してはいけないという、こうブレーキをかける、暴走を止める言葉が、目には目を、歯には歯をという言葉なのであります。これすらもできない。正しくその被害を評価し、 そしてその被害に見合うだけのことが相手もちゃんと支払ってくださいという、そういう冷静さがあるのかということなんですね。で、その時にそのような公平な判断に委ねることができるのか。これが目には目を、歯には歯をということでございます。でもこれすらも、ある意味では消極的なこと。この消極的なことすらもできない。簡単ですよね。 子供の喧嘩見たらよよくわかりますよねやっぱり一発殴られたらあ一発どころか二発殴りたい殴ってるでまた二発殴られたら俺は一発しか殴ってないのにってこれは、まあ、まさに本当に兄弟喧嘩ですよね本当にこれをやってるじゃあ一発なら一発できちっと止まるのか復讐の連鎖が続いていく公平に判断されて それで打ち切りおしまいと言われても腹が立つ、虫が収まらない。しかし、イエス様はそれ以上のことをおっしゃったのであります、ちょっとこれは雲3か所ほど開きますが、マタイによる福音書の7章というところを開いごめんなさい、7ページを開いてください、マタイの5章です。 開ける方は、新約聖書の7ページ、マタイの5章の38節、今紹介しました言葉をイエス様は用いて、そして消極的に、ここで止めなさいっていうんじゃなくて、それ以上のことをおっしゃったんですね。マタイ5章38節、目には目を、歯には歯をと言われたことは、あなた方の聞いているところである、しかし私はあなた方に言う悪人に手向かうな。 もし誰かがあなたの右の方を打つなら他の方も向けてやりなさいあなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさいもし誰かがあなたを敷いて一マイル浮かせようとするならその人とともに二マイル行きなさい求める者に与え借りようとする者には断るな前に、えー「からし種」の関東言にも書かせていただきましたがいわゆるこう41節 1マイルはそれは義務を着てあるいはしょうがないからやらなきゃいけないからやれるですねですから目には目を歯には歯をで止まるこれすらもできないいや仮に止まったとしたら心の中で困窮しようと思いながら、まあ、殴ってないだけではなくてそれ以上ですね今度は自発的にもう1マイルいくという。 これがイエス様がおっしゃったことであります。これが神によって、キリストによってしかできない。少なくとも私はそうだ。まあ、立派な方でできる方がいらっしゃるかどうか、それは分かりません。少なくとも私はできない。あの、パウロ。 キリストと、キリストを信じる者を迫害した。その迫害の場面が、使徒行伝ではリアルに描写された。これ開かなくても結構でありますが。さて、サウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の意気を弾ませながら、大祭司のところに行って、ダマスコの諸改道宛の転職を求めた、と、使徒行伝9章一節に書いてございます。 で、その後、え次々と、この、この道の者の、つまり、キリストを信じる者を、手当たり次第に捕まえて、そして、まあ、まあ、牢屋にぶち込んだ、また、迫害したという、この、サウロですよ。パウロですね。キリストを信じる名前の、パウロの姿が、ここに出てくるわけです。彼は、神を信じて、ある意味では神を知らないわけではないですよね。だって、立法を知っている人物ですから。 そして、キリストを信じない。キリストはを信じるものはおかしいと思っていた。そして、そういう者たちを許しておけない、撲滅しようとしていた。そこに彼の正義、彼の義また彼なりの宗教的な正しさを持っていたで。そのことがどうして間違いかと言いますと、まあ、もちろん間違いなんでありますが、ここに、 脅迫、殺害の息を弾ませながら、私が小さい頃まだ野良犬がいました。そして、あの、よく親がですね、近づくんじゃないよ。あの、野良犬には狂犬病というのがあるから噛まれたら大変だよと、よく言われた。まさに猛獣のように、うーっとうなって、そしてガブッと噛むという、そういう 脅迫殺害の息、はあはあはあ。とこの息が弾んでいるこの息というのは、脅迫殺害の息なんだと聖書は言うわけですね。そこに狂気を見ているわけです。狂った。本当に狂気じみた。目がもう、なんというか、血走っているという、そういうことですよね。誰のことを言ってんのか。パウロですよ。サウロ。どっかの、 なんか犯罪人じゃない、かつてそうだった。私はこのことを知ったときに、復讐心、自己愛の復讐、盲目の復讐、取り返しがつかない、なぜか、人を狂気に駆り立てるのであります。消極的に言うならば、 ある段階で止まるのか、ブレーキが効くのか、目には目を、歯には歯を、きちっとした計測がなされて、そしてこの範囲であればいいよっていうんであれば、まあ、非常に消極的ですが、まあ、それもそうかなと思いますよね。じゃあ、それもそうかなっていう程度でも、止まるんであれば、まだこの社会は違ってきてると思います。パウロですら、狂ってた。 その吐く息が脅迫殺害の息に弾んでた。そして次々ととっ捕まえていったということですね。この暴走。この狂気。これが人間の怒り。ある意味では復讐心なのであります。自分で復讐するのはなぜか それは神を信じていないからであります。もっと正確に言うならば、義なる神、義なる神、正しい神、審判者なる神、公平なる神を信じていないから、自分がする。自分がするというのはリンチですよね。リンチっていうのは自分でするわけですね。自分の正しさによってするのがリンチであります。 この世の法律も間違ったり、またこの世の法律で裁判をしたとしても、裁判というのはある意味では、いろんな世相を反映し、力関係を反映しますから、本当に正しくその罪が暴かれて評価されるかっていうのは、少なくとも限界がありますよね。これ少しそういうことに関わった方ならよくわかると思います。だったらこの世の裁判はいらないのか、そういうことを言っているわけではございません。ここに人間の限界がある。 正義なる神、義なる神、審判者なる神、その神の怒りに任せなさい、と聖書はここで言うのであります。これが最終的な結論なのであります。自分で服従しないで、むしろ神の怒りに任せなさい。神の怒りが正しい怒り。 だからでありますでその後になぜならと19節にありますが「なぜなら主が言われる復讐は私のすることである私自身が復讐する」って言ってですから神ご自身が復讐する神ご自身が復讐するその復讐にお任せしそして自分が手出しをしない。 社会生活の中では、じゃあ全部黙って自分の、まあ、中に留めておけばいいんかって、そうではないと思うんですね。社会生活の中では、家族の中でも、教会の中でも、いやいや、社会の中でも、言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないと思いますね。それはそうだと思います。でも、復讐ということが、 あって、そのことをしているのかどうかということを問うているわけですね。意外と根に持っている。意外と全然本論では違うところの、その人に対する憎悪、憎しみを持って、そして、こういういい材料があったから、こういうなんか突っ込みどころがあったから、それを引っ張ってやってるということ、意外とある。だから、何か皆さん、論争っていうのはずれてくるんですよね。誰かと。本当にまともにきちっと。 物事を話し合っていくならいいんだけどその結論というのは何かずれてくるとそのあたりです本当に神がいなければ私たちはそのあたりずれてくるということをやっぱり思わなきゃいけない神の怒りに任せるでこの時にですねもう一箇所開いていただきたいことは神様の怒りをもう勝手に自分でそうだって いいうふうに思い込んでしまう、ね、自分の敵がいたら自分は神様の側についていてあいつ、ね、<laughs> 自分に危害加えた嫌、ね、なこと言った、まあ、いろいろ言ってるあいつは神の敵私私は神様あなたの味方でございまして神様私はちょっとできませんからちょっと神様あいつをやっつけてくださいというそういう形で神を利用していないかということなんです。 これがヘブル人への手紙の、これは開いていただきましょうかね、10章の30百354ページなんですね。新約聖書の354ページ、ヘブル人への手紙の10章のこの箇所、この箇所に30節に、同じ言葉が出てますよね、ロマ人の手紙の。 同じ言葉括弧復讐は私のすることである私自身が報復すると言われまた主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っている生ける神のみてのうちに陥ることは恐ろしいことであるというこの言葉なんですねでこの神が復讐するっていうのは今申し上げたようにあいつあの敵 憎たらしいから神様やっつけてくださいという意味で言ってんじゃなくて、主はその民を裁かれる。だから、神を信じている者が神の裁きを受ける。神を信じている者が罪を犯すならば、神様に心をかたくなにするならば、神様はその罪に対して裁くという言葉で出てくるんです、これ。ですから、 神の正義の怒りというのは、あいつ。あいつなんだって言うんじゃなくて、まず自分自身なんです。ふつふつとした復讐心を持って、この人生を終わりたくありません。牧師としていろんな方の悩み事を聞くときに、復讐心で人生終わっている方が結構多いんです。その人の人生何だったのか。 復讐しよう。そのことがその人の人生。それは必ずしも人を殺すというわけではない。え、昆虫書を見返してやる。俺だって。ですね。それが非常に強いエネルギーとなってその人の人生を作り上げたかもしれない。ある人から見たら立派に見えるかもしれない。でも違うのであります。復讐し。 自分で復讐しないで、むしろ神の怒りに任せることができるのであります。もう復讐なんかいい。復讐じゃなくて、神様の許しの中で、神様がその罪を裁くという、その神様の審判に、自らも、私自身も、そして、あの、 私が復讐しようと思う、あの人も神の怒りに、神様の公平の正しい裁きに一切を委ねるという中に、この復讐心の解放、解決があるということなのであります。一挙に そのことが心の中で行われる人もいます。徐々にそのことが行われる人もいます。人によって違うと思います。たった一つ大事なことは、それはイエス・キリストによってしかないということになります。なぜか。イエス・キリストがその復讐心にピリオドを打たれた。 罵られても罵り返さず苦しめられても脅かすことをせず正しい裁きをする方に一切を委ねてくださったあの十字架その十字架によって私の罪が許されその復讐心も全部そのキリストに委ねることができるというそこでございます。 そのことを信じて21節、悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさいというこのことが行われていくということなのでございます。私たちが復讐心があるかどうかということが、本当にイエス・キリストを本当に受け入れて信じているかどうかのリトマス試験紙でもあると、第一ヨハネ。 の手紙は言うのでありますね。これちょっと、これは開いていただきましょう。第師ヨハネの手紙の。三章の。ええ、十三節から。三百七十九ページ。新約聖書の三百七十九ページ、第一ヨハネの三章の十三節。兄弟たちよ。 があなた方を憎んでも驚くには及ばない。私たちは兄弟を愛しているので、死から命へ移ってきたことを知っている。愛さないものは死のうちにとどまっている。あなた方が知っているとおり、すべて兄弟を憎むものは人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命をとどめていない。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知って それに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。世があなた方を憎む。憎んだら憎しみ返す。やられたらやり返す。これが世であります。世。よというのは、これは聖書が使う世というのは、これは神を除外した世という意味なんです。神がない。いわゆる無神論です、ね。つまり、審判者なる神ですよね。 公平なななるる義神がないだから自分で。そして私たちは兄弟を愛しているので死から命へ移っていることを知っている死から命に移っているというのは力があるということで死んでいるということは成り行き任すですよね死ぬということは力がない命がないからもうずるずるずるっと引っ張られてそしてもう憎の憎しみの坂を転がげ落ちるしかないのでありますブレーキが引かないのであります。 しかしそこにブレーキがかかっていくその人を愛するなんてことはおこがましくて言えないかもしれない最初は先生正直言うとそんなでもブレーキがかかってくるということはそれは命を持っているからですね力を持っているわけですじゃあその命力って何か死から命へ移っていることであります死のうちにとどまっているのは憎悪が増幅する それは何か永遠の命をとどめていないからであります。目先のこと、今のこと。永遠、神ということが見えないからです。だから、リンチですよね。リンチ。自分でしなきゃいけない。自分で復讐しないと気が済まない。主は私たちのために命を捨ててくださった。それに,はそれによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。 このそれゆえにという後者というのは前者。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。ここに立たない限り、ここに移らない限り、ここにいない限りできないと聖書は言うんです。で、クリスチャンもそうだと思うんですね。名ばかりと言いましょうか、立場上クリスチャンじゃなくて、本当にこのキリストによらなければ、 キリストのこのあがないのこの救い、キリストが私たちの罪のために十字架にかかってくださった、そこに立たない限り、私たちは愛するということができない。いや、そこに立つならば、ちっちゃいかもしれない。いや、そんなこと私にはできない。まあ、むしゃくしゃして、そんな感情的には、そうでしょう。でも、キリストの上に立ち続けてください。キリストによって そこから解放されるんです。そんなことできるんですか信じたらいいんであります。信じるということは自分の経験値から出てこないから信じるんであります。自分の今までの人生経験から出てるんだったら信じなくてもできるんであります。全く自分の経験から出てこないから私たちは神を信じ、イエス・キリストのあがないを信じ、そしてそういう心を与えてくださるということを信じて、 そして心が変わっていくのでありますお祈りをいたします自分で復讐しないでむしろ神の怒りに任せなさい今日この時代一番大切な 御言葉をあなたが私たちに語ってくださったと信じております。人それぞれ考え方、また取り方は違っていると思いますが、私たちそのことを論争したり、評価する前に、ただキリストの音に行くしかありません。キリストによって、この復讐の応酬から、 解放していただきたいと主よ本当に追いきれませんどうぞ私たちの心を作り変えてくださるようにただイエス様の十字架を仰いでおりますそして私たちの心に新しい心復讐ではなくて愛する心を主よあなたが聖霊によって与えてくださることを信じておりますまた実行するのは本当に 血のにじみ出るような、血の出るようなことがある、そしてそこを私たちは恐れますし、でも本当に主よ、あなたの見足しのあとを踏み従っていくことができることを信じてありがとうございます。